カルーダインドネシア航空152便墜落事故は1997年9月26日にメダンで発生した航空事故である。1997年9月26日、カルーダインドネシア航空152便はインドネシアのジャカルタを出発しメダンに向かう定期便として運航されていた。離陸から着陸のために降下するまでは問題なく、 メダンの管制官からメダンポロニア空港の滑走路0号への侵入を許可された。メダンではしばらく前から山火事の煙で視界が悪化していたため、パイロットは管制官に誘導を依頼した。152便は3000フィートまで降下したところで、方位240度へ左旋回するように指示を受け、13時28分には方位215度へ左旋回を続け2000フィートまで、 降下するように指示された。13時30分に管制官は、方位040度へ右旋回するよう指示を出した。しかし13時34分、152便は、メダンポロニア空港から 32km 南にある、標高1500フィートの森林地帯に右翼を下げた状態で墜落し、機体は大破して炎上し、法人6人を含む、 乗員乗客234名全員が死亡した。墜落現場この事故は2021年7月現在もインドネシア最悪の航空事故である。直接的な事故原因は管制官が右旋回を指示したにもかかわらず機長が左旋回を実施し、その後間違いに気がつき右旋回に戻したものの、この操作に対して管制官とパイロットとの間で意思疎通に時間がかかり、 その間に、パイロットが指示された最低降下高度である2000フィートを大幅に下回る高度まで降下したことである。また、管制官が当初パイロットに指示を出す際、インドネシア152でなく、メルパチ152と誤ってコールし、再度指示を出し直す際に、空港への侵入経路をパイロットに明確に指示しなかったことで、通常使用する経路で侵入すると思い込んだ機長が、 左旋回を行ったのではと推測されている。太字は更新会話車体は母国語会話を英訳したもの。ありがとうございます。